ちょっとね、根詰めすぎた。もうでも理由マジで一個ある。もう YouTube のせい。ね、YouTube で動画上げてる人いる？この中に。あのね、最近の YouTube って自我を持ち始めてるの知ってる？加藤さん、どうしちゃったんすか？うわ、これどうやって見んだろう？あ、これだ。なんかね、パフォーマンスはすごく良好です。主にチャンネル登録者の関心が高いことが原因で、視聴回数が 10% も増加しています。みたいなのを、とか、俺の動画だけのランキングを出してくるの。意味わかる？アルゴリズムをなんか解析して、YouTube 自体が言ってくるんだけど、ちょっと加藤さん、聞いてください。本当に、文字で出てくるんだよ。で、あなたの動画、以前のものと比べて 150% ぐらい伸びてます、みたいな。え、そんなさ、詳しいデータなんてさ、動画のデータなんて残ってないじゃん。なんだこれと思って見てみたら、今までの去年の自分、今年の自分の対比みたいなのが出て、1分刻みでだよ。1分刻みで。動画アップロードから30分後の再生数、過去一番高かったものが、加藤純一の夏休み2020、大クワガタ。去年のものに比べて、1.5 倍ぐらい再生数がバーッと伸びたんだって。で、何これなるじゃん。いや、アナリティクスじゃなくて紹介してくれるの、過去の自分と。で、あ、すげえ、まあ夏休み一発目だから伸びたのかなと思ったら、俺次のラーメンとかもうバーッとすげえ伸びてたらしくて、むっちゃ褒められたの。ねえ、なんて素晴らしいクリエイターなんでしょみたいな感じで、めっちゃ褒めてきたのね、YouTube のアナリティクスが。何これと思って、そんなのさ、頑張ろうってなるでしょ？ならない？マジだからね、これ。すっげえ褒めてきたの。で、ほんで、だから寝ずに動画作ったりしたら分かりやすく、しかもこんな家作ってたらさ、テンション上がるじゃん。みんなに見せてとかさ、うわ、すげえかっけえとか、うわ、アドレナリンバキバキですね。多分様子おかしいから、今度、鎌田とネジと仲良く聞こう、これに関しては。あの時の俺どうだったって、俺怖かったと思う、マジで。様子おかしかったから。で、パンクしちゃって、もう多分過労だよ。もう要は、言いたくねえけど、過労で、動けなくなっちゃって、ほんで、一週間ぐらい配信休んで、なぎさくんの動画が上がってたんだって言って。そしたらさ、その夏の勢いも落ちてるから、加藤さん、どうしちゃったんですかって、こいつ煽ってきやがって言うに事書いて、てめえ、お前、人がいい時はさ、手のひら返してこと寄ってくるくせに、お前、ちょっと動画が伸びない、それでもすげえ伸びてたんだよ。ちょっと動画が伸びなかっただけで、なんでそんなに、どうしちゃったんですかみたいな。全然血が通ってないのね、こいつ。マジで。俺、びっくりしたの。え、どうしたんですか？なんか努力が足らないんじゃないですかみたいな。ガチだぞ。努力が足らないんじゃないですか？むちゃくちゃ腹立つだろ。何が原因なんでしょうか？人間が入ってんじゃねえかな、これ。鉄くずだよ、こいつら。鉄くず。俺の無断転載の動画めっちゃ褒めてくれてる。俺そんな奴にけなされてんのね、ゴミみてえんでさ、テレビをさ、無断でさ、録画してさ、そんなの上げてるゴミ配信者の動画を褒めて、俺の渚の動画をけなしたこいつら。おめえ見とけよ、マジで。どうしたんです、声が、堀江、何、渚って誰、そいつこれになんのみたいな顔して言ってきたの。俺見えたの、この時顔が。ああいう顔で言ってきたのね、俺に。高文みたいな顔して言ってきやがって。お前それこれにならねえだろ、無断転載あげろよってことでしょ。俺そんなにならないからね。いや、マジでそうだったの。そういう顔して言われたんだもん。